9時30分タイタイタイステーション始まるよ。はい、というわけで皆さんこんばんは。すべての下打ちを投げキスにトイトイトイの岸川と村越です。トイトイトイステーションレッツステーション。はい、ということでこの番組は生演奏とあなたのコメントで成り立つトイトイトイ尽くしの1時間生配信番組です。ということでトイトイトイステーション今日は特別編として同じく1時間お送りしていこうと思うのですが、村越さん、はい、何が違いますか？間違い探し。本日の村越違いますね。ちげえ、お前の話だね。どう考えても周りが違うだろ。俺の話じゃないか。自分のことしか考えてない。今日場所が違いますよね。なんかどう見てもね、普段のケロスタみたいな室内ではなく、この、はい、なんつうか、その画面からはみ出るこの雰囲気、はい、自然。すげえいい。すごいですね。めっちゃいいですね。ここはどこなんですか、岸川さん。ここは、今、なんと本日は高尾山からお送りしております。外です。ちょっとあいにくの雨なんですが、雨でもいい雰囲気で、むしろ自然の中にいると雨があまり気にならないだなって思った。ネイチャーって感じですね。うん、街の中にいると雨めちゃくちゃ鬱陶しいですけど、全然気にならなくていい雰囲気で過ごしておりますが、ここは、本日はトイトイトイステーション高尾山出張編山のトイトイトイということで、トイトイトイステーションをなんといつものケロスタから飛び出して高尾山にある、自然系のお洋服屋さんのボタニックグリーンさんのアトリエから、お送りしておりまーす。イエーイ。夜じゃないんだよ。そうだからちょっと生配信じゃないので、皆さんには撮ったやつをお送りしているのですが、今おそらく皆さんチャットでねコメント書けると思うんで、私たちも見ているので、リアルタイムで、なのでチャットでお話ししながら私たちがお話ししてる内容にどんどんコメントくれたら、私のその6月18日の私が返すので、いろいろコメント書いていただければと思います。ということでコメント待ちしてますね。で、ボタニックグリーンさん自然の洋服屋さんと言ったんですが、私たち今日ちょっとお揃いの服を見せちゃいますか。しております。ドン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 、あ、そう、下も見せたいんですよね。こういう感じでボタニックグリーンさんのお洋服を着て収録をしております。いいですね、はい、気持ちもいいし。なんでここにいるかというと、6月のね、20日と21日にボタニックグリーンさんも出られます。ローカルサルーンという、バイボタニックグリーンさんね、こういうお洋服とかをね、こう、今季の、こういうのがあるでっていうのを、本当はもっと早くやる予定だったんですけど、ちょっとコロナウイルスの影響ともありまして、6月の20日、21日でも、やっと延期の中、やっとできるということで、で、私たちも本当は現地でね、歌を歌ったりっていう、話もあったんですが、ちょっとこういう状況で実際に皆さんと面と向かってお歌を歌えないので、今日は高尾山にあるアトリエにお呼びいただいて、こういう感じで出張でお取りをさせていただいております。はい、ありがとうございます。良い機会をありがとうございます。わーまた後でね、詳しく話聞かせていただきますし、はい、なので今日はちょっといつもと違う感じで、素敵なこういう空間の中で歌を歌ったりとか、あとはいろんな体験とか、あとボタニックグリーンのお二人を呼んでインタビューとかもできればと思っていますので、ぜひ1時間トイトイトイステーション出張編山のトイトイトイ楽しんでくださいませ。拍手が多い。コメントすでにいっぱい来てるはず。ありがたい。はい、これが間違い探しの1個目ね。なるほどね、はい、いつもと違いましたね。いつもと違うところが今日もう一つあります。どこでしょうか。はい、いい帽子ですね。いい帽子だ。これもボタニックグリーンの帽子なんだな、このいとこ。ということで村越生まれ変わりました。ニエ村越です。すごいね、はい、今ので、ほら、今のみんな、M っていうね、M っていう字は、まんじっていうんです。まじまんじの M にしました、いいね、ここをね、こうやってね。いい帽子だ。この帽子は私のです。はい、そうです。このね、自分の、
本当はみんながこの間見てくれてた裏捨てっていう最近新しく始めた番組あるんですけど、その時からね、村越くん坊主だったんですけど、なんか恥ずかしかったのか、そう、坊主に対してのプライドがあったのかちょっとわかんないんですけど、なぜか内緒にするっていう、私にも内緒にしてて、まあ、そうでしたね。私は気づいてたんですけど、なぜか教えてくれなかったんでずっと黙ってて、多分こういう美しい環境の中で心洗われた状態で教えたかったのかな、みんなに一番最初にって思って、山ちゃんみたいなもんですよね、山里さん、ファンに一番最初に伝えたいみたいな坊主にしたことを、そういう意味だと思うので、皆さん受け入れてあげてください。でもね、びっくりするのがそういうことなの。え？ボタニックグリーンの服がね、やっぱりぴったりなの。ね、本当に髪の毛長い時より多分本当に、何で今急におねみたいな。でも本当に似合うの。ほら、すごいの。すごい本当に似合って、村越くんのいつもの服だと、なんかいまいちだなと思ってたんですけど、ボタニック、グリーンの服着たら急におしゃれ坊主、おしゃれ坊主に見えるようになってきた。ね、はい、そう思いませんか。追求しますんでよろしくお願いします。はい、なのでね、今日も着せていただいておりますので、興味がある方はいろいろお調べいただいたり、後でね、2人にお話も聞けたらと思うので、ね、お洋服好きな人も多いと思うので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ここ最近の話でもしますか？うん、あとはもうボタニックグリーンさんとの出会いとかも。今話しようか。うん、軽くね。いいよ。聞かせて、どこで出会ったの、私たちはボタニックグリーンの二人と。私たちも割と外でね、ライブしたりとか、似合うねって言われたりとかもしてたんですけど、去年くらいからアースガーデンっていう代々木公園でやってるイベントに出させていただいていて、そこで見てくださっていて、初めてした、くださった方も多いと思うんですけど、そこで私がプラプラしてて、本当にプラプラしてたの。店をただ練り歩いたりとかしてたら、声かけられたのかな、声かけてもらったか、まあ、その辺また後で詳しく話しますけど、そこで普通に出店してたボタニックグリーンさんと出会って、で、たまたまそこにいらっしゃったお客さんがトイトイトイものこと大好きな人がいらっしゃって、つなげていただいて。ムーさんありがとう。ムーさんありがとう。つなげていただいて、まあ、やんややんやしていくうちに、このように今回この機会をいただけたという感じになっております。多分ね、自分たちで普通に活動してたら、私たちライブハウスの人間なので、こんなこともなかったかなと思うので、すごくありがたい機会なので、ちょっと全力で今日も楽しんでいけたらなと思っております。はい。はい、こんな感じですね。私たちの近況はそんなに変わらないですね。そんな変わらないね。前回とそんな変わらないですね。うん、そんなに。まあ、みんなと、できることを探して自粛しつつ、ただ、東京じゃない人も多いと思いますけど、一応自粛解除っていうね、自粛から自衛にと言われていますけど、まあ、最初からずっとそれはありきの状態だったと思うので、皆さん自分の行動とか自分で思うところがもう多分あると思うので、とにかく健康に健やかに、またライブハウスでも会えるように私たちも頑張っておりますので、ちょっとこういう画面越しになりますが、今日もトイトイトイステージよろしくお願いいたします。イエーイ。お揃いなんだよね。イエーイ。じゃあ、やるぞ、俺たちは。いつも通り。よろしくお願いします。で、今日も1時間番組なので、2曲くらい歌を歌おうと思っております。はい。で、2曲歌っていく中で、まあ、いつもと違う環境なので、聞こえ方とかも違うと思うので、楽しんでいただければと思うんですけど、1曲目何やろうか。もう早速歌おうと思うんだけど、みんなにコメントして曲言ってもらえないから。まあ、そうだね。もう決まっちゃってるからね。当てたら偉い。当ててください。何でしょうか。何する？じゃあ、あれにしようか。あれにしよう。はい。皆さん、はい、お楽しみに。はい、では、いつもと違うトイトイトイステーション出張山のトイトイトイというわけで1曲目歌いたいと思います。ちょっと気持ちがいいのでこの曲かな。こういう曲だね。うん、1曲目では、その先じゃ、間違った、やめよう。何でしょう、どっちにしよう。さよなら。はい、じゃあ1曲目さよなら。はい。
に美しいけつまつも そして3、2、1、ドン。ニュー、新しい洋服に着替えました。めっちゃこれを私は袖を見せた。いいね、袖を見せた。ニューミー。そうですね、岸川さんの肩出しなんてレアで激レアですからね。めったにやんないですからね。はい、はい、ということで新しい2着目の衣装を着ております。はい、こちらもボタニックグリーンさんのお、お洋服をお借りしております。素敵ですね、ありがとうございます。村越くんのこれめっちゃいいね。どっちもいいね。これもすごいね。サレのサレルクエも見せたいけどギリギリ伝わんねえから伝えたい。こっちは手染めしてる、手染めしてらっしゃるので、これもそうですけど、やっぱ 染めるってすごいなっていうのがありまして、ボタニックグリーンさんお洋服手染めを、されてるということで、私たち、今回出張編ということで、先ほどもね冒頭でも言いましたが盛りだくさんでお送りしたいということで、今日はボタニックグリーンの福本さん、のご指導のもと、実際にトイトイトイがなんと草木染め大会を、大会だって、うん、草木染め体験をさせていただきました。これは貴重です、かなり貴重、ありがてえ。それでは早速いっちゃいましょうか、ね、ということで、これ初めてやるやつなんですか、はい、VTR どうぞ。この木は何の木ですか？これはね、あの、はい、八王子のシンボル、うん、クワの葉っぱです。クワの葉っぱ、はい、へ、今実が美味しいので食べ持ってでもいいです。あ、じゃあ食べちゃいますね、はい、黒い実、はい、私も食べたい。甘い。甘くない。いや、この黒いやつ甘い、黒いやつが甘い、はいはい、なるほどね。で、いけた。これいけたとか、美味しいです、ありがとう。これ揺らした方が美味しそうに見えるというか。いただきます。しずる感がないです。いいな、いいな。あ、美味しい。酸っぱ、酸っぱい。これは、はい、じゃあ2人で入れていきましょう。はい、あ、何の作業ですか？煮の作業、煮染め、はい、失礼します、はい、どんどん入れちゃってください。ほうれん草の匂い、ほうれん草の匂いがします。クワの葉はすごい、あの漢方薬になって。あ、そうなんですね。はいはい、じゃあちょっと美味しそうだもん。味噌入れたら、味噌入れたら美味しくなる説が。いやけどこれ絶対苦いでしょ。そっか。クワの葉うどんとかね、いろいろあるんですか。あ、あるんだ。食べられる。虫いや、入れないです。あ、嘘です。苦くはない。けど何の味もしないです。そして
あ、けど本当だ、ほうれん草っぽい、あの匂いよね、いい匂いするよね、めちゃくちゃ、あー苦い、ありがとうございます、苦かった、後から。じゃあ浸しちゃって大丈夫ですか、はい、じゃあしばしの待ちを20分後。ほんといい匂いするわ、すごい、あ、すごい甘いのに当たった、あげたい、あげとくくらいなんだけど。なんかちょっとね、自分らしい模様をつきましょう、はい、絞ったところが、はい、あの染まらないので、はい、例えばですね、こことかをくるくるって、はい、巻いちゃいましょう、はい、縛って、縛る、くくっちゃいましょう、くると、縛ったところが、そうか、紐がついてるところがもう染まらないんだ、そうなんです、で、なるほど、輪になったりするので、はい、で、ここがぐちゃぐちゃぐちゃってして、はいはいはい、ここに行ってみよう、はい、なるほどね、はい、他には何かありますか、はい、方法は、例えば、ここ畳んで絞ったらどうなるかな、ね、板で挟んだりとかもありなんですか、でもこうやっちゃいましょう、わかりました、はいはい、そうなんです、畳むとこうカクカクってなったりして面白いですよ私ね、何かを結ぶのめっちゃ下手なんです二重なんですねそうなんです、お手伝いします、縦になっちゃうの、はい、SM の感じでちゃうか割とこう外れないようにきつく結んでください、きつめね、はい、あの煮るので、はい、グツグツ煮たらちょっと外れたりするのでね、あー、もうじゃあほんときつめでいいんですね、きつめがいいな、もう一個いこう、もう一個か、はい、もう一個、はい、ギュッて、これはじゃあもう染まってからのお楽しみ、そういうことです、ギュッてね、取れないやん、はい、ギュッて、はい、もたまるご飯食べたら、ご飯食べたら、はい、はい、おー、いろんな角度を、んー、ギュッもう一回、ここもう一回ギュッやるうるさい、うるさいんだよな、うるさいんだよな、はいはい、できました、はい、私のはこんな感じ、あー、どうなるかな、村越くんもいい、なんかあれだね、木に打ち付けられる、そんな感じになるかな、楽しみにどうなるでしょうか、どうなるでしょうか、これがお楽しみにはい、OK です、出汁を取ります、はい、なってますか、はいはいはい、だしでいいのね、だし取ります、はい、じゃあまず先ほど煮込んだ葉っぱ、クワの葉っぱをだいぶ出来上がる、うん、あー、ほうれん草の匂い触りたくない、はい、で僕ね、ちょっとこれしてるから、うん、開けますね、あ、いいですか、はい、すみません、おー、おー、はい、めっちゃ緑、いっちゃいます、次ちょっと待って、はい、はい、次入れます、ドーンと上げればいいですか、はいはいはい、ファイト、コンコンしないで、あー、いい色出てますよ、いい色出てますはい、まあそんなもんでいいですか、はい、はい、でこれを、はい、中に戻します、はいはい、お願いします、あ、でもすごい、全然色がめっちゃ色ついてる、すごい、これがクワの汁ですね、はい、こいつはもうちょっと入れなくて大丈夫ですかそれでは次は福本さん何をしましょうか、もう染めちゃう、染めます、染めます、先ほどじゃあ作ったやつを、はいはい、全部入れるようにする、はい、じゃあいきます、はい、さようならドン、あのおしるこの匂いがするんですよね、おしるこの、どうでしょう福本さん、こんな感じで、はいはいはい、こんな感じで大丈夫ですかね、はい、こんな感じになっております、顔を出すんじゃないよ、顔を出すんじゃないよ、出すんじゃないよ、バカ野郎、ごめんなさい、汚い言葉こんな感じになりました、焙煎し、せーの、次はなんで俺に、ごめんなさい、焙煎します、焙煎します、なんで焙煎するんですか、はい、これはですね、染めを中立つと書いてますね、はい、まあ、その通りで、染まってるんですけど、このまま洗うとすっぽ抜けちゃいます、色がね、おー、はい、生地がヘンプだから、はい、とか、でシルクとかウールとかっていうのは、あの動物のタンパク、油があるので、はい、色を吸うんですけども、うん、あの麻とかコットンってもうサラサラなんで、あのすっぽ抜けちゃうんですよ、なるほど、なのでこれで、あの色止めします、色を止めます、わかりました、はい、じゃあ私からやります、はい、鉄液、ミキさんはアルミ液、まずじゃあ鉄液入れます、ちょっとずつね、はい、ストップって言ってください、はい、行きましょう、もちろん
もっともっと行きましょう、もっと行きましょう。うがい薬もいる。ね。そうだね。キラ、これでうがいすると死ぬよ。もうちょい、もうちょい。もうちょいですか。あ、なんか酸っぱい。酸っぱい気がする。はい、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 ありがとうございます。はい。じゃあ私。そっちもいい匂いしてる。あの、ちょっといい匂い。アルミ液。念のために匂ってください。はいはい。いや、それじゃん。これだから。科学とか理科はこれだから。生きられると死ぬから。あ、でもこれもなんかちょっと酸っぱいね。入れまーす。はい、お願いします。どこ？ビビってんじゃないよ。はいはい。気持ちが落とすの。オッケーオッケーオッケー、はい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 、あ、じゃあ僕出してちょっと、はい、はい、ありがとうございます。はい、でいよいよ今からあの、はい、はい、では今から私たちがさっきやったやつを自分の液体に入れていきます。染めを定着させます。染めを定着させます。それでは、はい、焙煎します。焙煎します。はい、では開けます。熱いのか。熱くない。そのままちょっとって大丈夫。おお、あー、これはこれは気をつけてください。めっちゃおしるこの匂いする。おー、美味しい匂いがしますね。どっちか分かるでしょ。ここで俺の、はい、取って、おにぎり絞り、ムラになんないようにタオル絞りしないで、おにぎり絞り、はい、これも入れちゃっていいか。固く絞る、はい、絞ってから入れる。固く絞る、そう、はい、もうちょっとですかね。もういいです、もういいです。もういいですか、はいはい。で、優しく広げながら、広げます。待って待って。あー、匂いがすごい。こういう感じで大丈夫ですか。なんか緑になった気がしますけど。まあ、落ち着いたまえ。こんな感じでよろしいですか。はいはいはい、しばらく待ちましょう。しばらく待ちますか。はい、はい、じゃあ今度は岸川さんの番です。やります。あー、酸っぱい。おにぎり絞り、私のです。おにぎり絞りします。私の左手13、右手12の握力で。頑張って、頑張れ。はい、はい、どうぞ。もういいだろう、はい、もういいだろう。本当、もういい、もういい。では私の方、優しくね、よだれ出ちゃった。優しく広げて入れます。出して、はい、一回返してください。一回返しますか、はい、はい、じゃあ私。あ、すごい、本当だ、全然色が違う。すげえ。このね、結媒染とかだと、はい、茶色とか、うん、あの黒っぽいのとか、そういう色に染めたいときは鉄を使って、灰色黒、はい、でこっちのアルミの時は黄色とかですか。黄色とか緑とか。なるほど、綺麗、綺麗ですね、両方とも、はい、ね。私もひっくり返します。鉄媒染、素晴らしい。はい、それでは最後の仕上げに入ります。はい、リエさん、はい、先ほど染めたもの、ここからどうしたらいいか教えてください。はい、じゃあ焙煎剤につけて、はい、しっかりと色の変化もして定着もしたので、はい、一つずつね、あのちょっとおにぎり絞りっていう、後ろにあんまりならないように絞って、はい、それでここで揺すいきましょう。じゃあ、はい、次のお水で揺すいきましょう。一人ずついきますか。はい、じゃあ、はい、先にもらってください。絞ってから注ぐ。そう、次のです。はい、でここで揺すぎましょう。もういいですかね。はい、はい、じゃあしっかり揺すぎましょう。あ、でももう色洗濯みたいな感じ。色ついてる。ついてますね。すごい、すごいね。いい色です。かっこいい色。モスグリーンな感じ。モスグリーンになった。モスグリーンだね。もうそろそろいいですか。はい、いいです。じゃあもう一回絞ります。はい、じゃあ私もやります。はい、おにぎり絞り。はい、おにぎり絞り。ここでおにぎり絞り。いや、でも全然色違う。違いますね。全然違う。はい。はい。はい。じゃあ、ここでしっかりお洗濯。はい。しっかりゆすぎましょう。ジャブ、ジャブ。ジャブ、じゃあ、もういいね。はい。じゃあ、しっかり絞って、で、二人とも、ハサミで絞りをほぐしましょうかね。はい。気をつけてくださいね。布を切らないように。そうですね。そうです。そこポイント。ちょっと広げるの、一緒に広げよう。はい。そうです。布切っちゃいそう。布切るのよ。慌てないじゃん。布切っちゃいそう。あ、
出てるな、ちゃんとすごい。いい？うん。はい。はい、では発表会です。開会じゃないよ、開きだよ。3、2、1、ドン。おー、すごい。あ、すごい。はい、感じや。すごい。出てますか？出てました。ほら。あ、出てるじゃん。あ、ここにも出てる。わ、すごい。じゃーん。わー、すごい。なるほど、そういうことが大小だ。あ、すごい。めちゃくちゃ綺麗に染まってる。あ、すごい、全然違うの。すごい、全然色が違う。めちゃくちゃ感動した。普通にあの、頭に結んだり、ちょっと首に巻いたり。なるほどね。すごいでした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。やったの。見事出て、見事出て、美味しかったです。でも自分たちの手でちゃんと染まりました。おかげさまです。ありがとうございました。イエス。はい。はい、皆さんご覧いただきましたありがとうございました。どうでしたか、草木染め。なかなかあのすごい貴重な体験で素敵なあの、うん、ね、体験ができたんですけど、いや、もうちょっと楽しかったんですが、せっかくなので今日はね、あのアトリエに来てこうやって教えていただいているということで、福本さん教えてくださっていたお二人もお呼びしていろいろお伺いしながらトークをしていければなと思っております。ということで呼んじゃいましょうか。タクヤさん、リエさん、はい、はい、てるって。絶対にね。失礼します。お邪魔そう。お邪魔します。わかりますかね。はい。よし、じゃあ。どうぞ。はい。ということで、改めてようこそいらっしゃいました。トイトイトイステーションっていう名前。今日はあの、ボタニックグリーンのアトリエからお送りしているということで、改めまして、ボタニックグリーンの福本拓也さんと、リエさんご夫妻でございます。ありがとうございます。超楽しかったっす。いや、まあ、おかげさまでね。じゃあちょっと見せましょうか。そうか、早速ね、ほら、さっきのちょっと、じゃあ前失礼します。さっき染めたやつがどうぞ。ドーン、これめちゃくちゃいいですよね。これはちゃんと絞りがちゃんと効いてますね、うん、しかも素材によって色の違いもあるし絞りちっちゃくやった。そうですね、このパッチワークの感じ。かわいい。パッチワークで染まってるのがいいんだよね。これ表裏ってあるんですか？なんとなくね。なんとなくね。どっちでもいい。どっちでもいいですよね。そうです。それがまたね。じゃあ私の。はい、じゃあ今度します。はい、どん。私のはこう、まん、い、なんていうの？ワンポイントみたいな感じで、ここに、こうやって、絞りがね。ほんとだ。出ております。これもパッチワークで、こう、ここがね、また、色が違くなっているのがすごい。全部ね、服の残り布なんだ。あ、そうなんだ。歯切れというものですね。あ、工場から返してもらって。なるほど。こうやって、なんかね、これがまあ、2枚あるとクッションにできたりとか、まあ、お弁当包んだりとか、まあ、何でも使われたりとか、当たり前に巻いたりとか、できるということで、こんな素敵な体験をさせていただいたボトニックグリーンのお二人なのですが、いろいろ聞いていければなと思ったんですが、さっきね、あの、超余談なんですけど。巻いてる。そう、余談なんだけど、染め物にね、なんか、その、なんつうんだろう、草から、まあ、これも全然違う色に染まったんだけど、植物がね、いろんな、まあ、効力もあったりとかする中で、染めるっていうのは、私はそんなに、あの、身近にあるものじゃなかったんだけど、はい、さっき、まあ普通にここ森の中なので、めちゃくちゃ蚊に刺されたんですよ。すんげえ蚊に刺されて、超痒くって、リエさんに、あの、これ、見せていいですか？あ、もちろんです。これをね、この、なんていうのこれ、ミロバランクリームって、チベット語かい、チベット語っていうのかな、チベット語で書かれてると思うんですけど、これがね、私も偶然、うん、私、あ、喋っていいのかな、いいよ、私たちが染めているのが、ミロバランっていうもので染めていて、あ、ミロ、あのミロバランがクリームになってんだって。チベットのお薬とは聞いてたんだけど、そんな身近なこう薬として売ってるのは初めてだったんで、
ちょっと嬉しくて買って聞くかどうかもわからないなと思ってたら、あの、爆撃したって。ね、まあ、多分聞くとは思ったんですよ。もちろんね。でも、実感がなかったら、もう本当に私も、赤切れとかね、うんうん、ちょっと水仕事して赤切れがすごい1日で治ってたんで、うん、すごいなと思ってまた買ってたんですよ。そしたらね、怪我した時とかもね、聞いて。で、さっき、あのね、蚊に刺されて塗ったら、マジで顔面も引きますよね。本当に一瞬で引いて、うん、ミロバラン、すげえと思って、これ、ちょっと、そう、今見てもらおうと思って。で、これがね、その実なんだって。これは、ね、みんなにね、ちょっと身近に感じてほしいから、うん、私が伝えると、あの、ミキプルーンの匂いがするのよ、これ。あ、そっか。ミキプルーンの匂い。ミキプルーンじゃないんだけど。そうそうそう。ミキプルーンじゃなくてプルーンなんだけど。ミキプルーンって言いたいんだけど。あ、ほんとだ。このクリームの匂いがちゃんと、だから全くなんか変なものが入ってない。ほんとだ。そう。で、これが、その、染めに使ってるっていうの話をさっきね、その薬を、あまりに効きすぎて聞いたら、これを使ってるんだよって言って、リュウさんの、なんと、この服、このグレーの洋服。たまたま着てたこれが。そう、これがこれで染めたんだって。そう、そう。ミロバラン。ミロバラン。で、さっきは、あの、梅をね、取りに行ったりとか、ちょっと探検してたんですけど、梅で、染めると黄緑になったりとか、いろんな、もので、こう、色が変わっていくっていうのがすごい素敵だなと思って、まあ、この服たちもそういう草木染めで染めているっていうので、そうなんです。素敵と思ったんです。ね、そのついでに言うと、あの、梅の、種と同じですよね。うんうんうん、種もすっごい硬いじゃないですか。うんうん、あれ、もう噛めないよね。うんうん、噛めない。これも硬すぎて、噛めないんですよ。で、私か夫が、まあ、最近はずっと夫なんですけど、金槌で、石のその辺の、石の皿があると思うんですけど、石での上に置いて叩いて、その角のところを粉にして、うん、その粉を炊いて色を出した。ああ、それが痛かった。種の方それが痛かった。そうなんですよ。なるほど。それがこの色になる。皮は多分、全部ぐちゅぐちゅになってると思うのよ、これ、多分。皮はぐちゅぐちゅで、梅と同じで、この、ま、真ん中の種を叩いて、そうなんです。だから、周りは多分身は美味しいのかな、食べてみたいね。きっと、いや、外側ね、今これは食べれないけど、その、あの、あっただろう、あの、ほら、身があっただろうなと思うんです。で、この、これで染めてるので、ちょっと感動して、今日はね、その二度感動しましたよね。二度感動しました。びっくりして、その草木染めの奥深さをすごい。で、展示会場でにね、あの、これ、あの、仕入れて売ろうと思って、すごい安いので、みんな良かったらね。全然これが宣伝しちゃった。宣伝するつもりなかったんですよ。全然ボタニックグリーンの商品ではないんです。間違えた。まずはこれを伝えたかった。私もすごい興奮したの。本当に興奮して。で、まあ、こういうね、これもさっき、見せてもらったんですけど、コルクで作ってる帽子とか、あとは、まあ、私、村越さんが着てるのも、そうで、お二人が着てらっしゃるのも、そうだね、今日はね。ああ、ちょっと。難しい。すごい。片染めしてる。片染めなんだ、そっか。これは。でも、アトリエの中で、今、ご自宅兼アトリエって感じで、まあ、中でいろいろお食事させていただいたりとか、いろいろ今日はしてたんですけど、まあ、中にあるお洋服も、どれも本当にすごくて、まあ、手間もかかっているし、素材にこだわっていたりとか、まあ、着やす、これとかも T シャツなんだけど、超着やすかったりとか、もうすごいみんなに触ってほしいなっていう気持ちもある私はすごく、みんなに知ってほしいっていう気持ちがあって、今日はこういう機会があって嬉しいなと思うんですが、ボタニックグリーンというブランドなんですかね、お名前というか、どういう。ブランド名ですね。意味みたいのはあるんですか、なんか。植物の緑。緑。そのストレートで。うん。なるほどね。草木染めっていうのは最初からずっともう、二人が手作業でずっとやってるんですか。そう、なんでボタニックグリーンっていう名前かっていうと、最初ね、葉っぱでね、今日やったクワとかで、はいはいはい、緑色、いろんな緑色をね、はい、いろんな植物、いろんな緑色ばっかりで、うん、緑色屋さんだったんです。なるほど。緑色屋さんだった。今はいろいろやってますけど、で、ボタニックグリーン。25種類ぐらい染めてますね。今まで葉っぱ、いろんな葉っぱ。ね。何にも色が出ないみたいなのもあるんですか、なんか。ありました、ね。あるしましたらね。試行錯誤だったんですね。そうか、そうか、ね。それはでも手探りですよね。まあ、ヨモギとかね、あとクズとかはまあ有名な かもしれないけど、本当にいろんな種類の葉っぱが、いろんな緑ですね。黄色っぽい緑から、黒っぽい緑から、茶色っぽい緑からっていう。確かに同じ緑でも全然
違いますしね、うんうんうん、素材によってね、染み込む色というかね、あれも違いますけど、そもそもが違うんですよね。違う、うん、で村越くんが今着てるその茶色いやつも、さっき村越くんは、お借りしてる服のまま、ものすごい梅林に入っていって、梅をちょっと取ってね、めちゃくちゃびしょびしょになって、違う色着てたんですけど、色違いで、こっち、うん、同じ形の色違いとかもある。でもすごい素敵です。木の皮ですよね。木の皮、うん、はいはい。形も可愛い。ね、マングローブ、ね。可愛いですね。ユニセックスっていうか、なんか、男女も両方とも着れるし、すごい素敵ですということを伝えたちょっとじゃあ、そしたら、まあ、今日ね、ここに来てる理由の一つというか、さっきもちょっと冒頭で話したんですけど、6月の20と21、はい、に、ローカルサルーンっていう、これは展示会ですか？ポップアップイベントですね。ポップアップイベントっていうがあって、まあ、もともと私たちの出会いが、アースガーデンっていう、代々木公園でやっている、まあ、野外ライブとか、あとは、まあ、ボタニックグリーンさんとかも参加してますけど、いっぱいこう、オーガニックとかそういう出店をたくさんしていて、あと食べ物屋さんとかもある、アースガーデンっていうイベントがあるんですが、まあ、そこで私たちが歌を歌わせていただく機会がね、最近増えてきて、歌う前後で私は、まあ、普通にアースガーデン楽し、大好きなんで楽しんでて、ふらふらしてるときに私は、タグヤさんがあったんですよね。運命の出会い。そう。ムーちゃんも。そう。お客さん、トヨタのお客さんとして見てくださっていた方が、熊さんのご友人とかお客さんなんですか？お客さんなんです。お客さんなんですけど。で、なんか、うまい子、そこがうまく重なって、私が遊びに行って、なんか全然でも知らんまま話してる。もう何人かいるんですよね、うちのお客さんで。嬉しい、嬉しい。はいはい。トヨタ見てくださった方。トヨタ見てくださった方が。で、まあ、そういうきっかけもあって。あ、そうですね。そういうきっかけもあって、出会えて。うちの店のために来てるのか、どっちに来てるのかわかんないですけど、その辺ちょっと。いや、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、それ。いいじゃないですか。そしたらもう今日なんてもうその人のように好きですもんね。絶対見てくれてると思う、そしたら。なんで、まあ、そういう機会があって、本当は20日と21日も、まあ、その場所でね、直接歌えればよかったんですけど、まだ面と向かってとか、みんなとね、そう一緒に歌うっていうのがちょっとできないかなと思って、今日はこういう形でやったんですけど、ちょっとかなり良かったですよね。楽しかったですね。良かった、森の中ね。おかげさまです。ね、はい、森の中でね、この環境で歌えるっていうのも私たちにもすごい楽しかったし、うん、ね、ご飯を一緒に食べたりとかしてるんですけど、暮らし方とかが多分、やっぱり人それぞれそれは違うんですけど、この高尾のこの森の中で暮らしてる環境と、もう私が今東京で暮らしてる環境は全然違うから、もうなんか学ぶこともすごい多くて、また遊びに来ます、普通に。まだ山椒も残ってるから。梅もいっぱいあるでしょ。近所の山椒乾いてますから。なるほど。はい、そう、いいなーって、ちょっとなんか縁側とかもっていいなーって思いながら、でも私の違う暮らしと交換できることもあると思うので、まあ今回のね、イベントで交換できたことのように、暮らしもこう交換し合ってね、高め合えるといいなって思いましたけど、村越さんどうでしたか今日は。いや、今日はものすごく勉強になりましたし、まあ、そもそもね、染めも初めてだったんですけど、僕一個だけ二人の質問があって、はい、ちょっと、僕結構勉強熱心なんで、ちゃんとインタビューをちゃんと読んできたんですね。一回先のお会いしてるんですけど、インタビューで、最近出たインタビューをお会いしてて、で、一応そこに、背景とか、ご出身とか書いてあって、で、最後、私が一番気になったのは、その、スローファッション。確か、拓也さんがおっしゃってたんですけど、スローファッションは、素材とかはすごく良かったりするのに、デザインにそんなに刺激的なものがなかったりするっていうようなこと。で、そこのデザインなのか、シルエットなのか、そういうのも、その若者のとこに、言い方違うかもしれないですけど、まあ、入り込めるというか、そこが調和できるような感じでやっていきたいみたいなことをおっしゃられてて、確かに私ファッション詳しくないんですけど、なんとなくそういう意味で、スローファッションはやっぱりデザインも結構優しいっていう言い方はなかったんで、でも言ってることめっちゃわかる。言ってること超わかる。そこに関しては、拓也さんとかは結構あれですか、昔からそう感じてたんですか？
そうですね、なんかあのやっぱりあの311以降で、なんかあの、うん、みんなそういうスローファッション系の人たちはその試算したんですよ、はい、あの地方に住んだりとか、うん、でも僕はなんかね、あの関西から越してきたところで、うん、でもなんかねタイミングをしちゃって、でもうーん、でもその東京にいたいなと思ったんですね、うん、でよく考えて、じゃあそのうん、東京にいてて東京のスローファッションって考えた時にですね、なんかそれを良さを生かそうと思って、うん、でなんかこうあのそういうストリートに近いじゃないですか、うんうん、でなんかその、うんうん、あのすぐ見に行けるし、はい、楽しめるし、うん、そういう中で生まれてくるものを作った方がみんな同じような、うん、あのスローファッションしてるよりも、うんうんうん、あの高尾に住んでる特徴を出そうと思って、なるほど、なるほど、素敵、はい、めっちゃいい、いい話聞いた。だ、うん、けどその点で、そのインタビューに書いてあったのが、結構お二人やっぱりぶつかったりとか、その結構我が強いのかな、竹谷さんがその強い強い、僕ですみたいなことで、そこでそういうデザインとかでもぶつかったりとか、そういうとこじゃないんですか、お二人が結構。いいものを作るためにデザインとかね、やっぱりね、されてますね。新しいことやりたくなっちゃう。すげえわかる、うん、私と村越くんも2人組なんで、はい、めちゃくちゃ喧嘩じゃない、ぶつかるっていう言い方がいいよね、うん、喧嘩じゃないんですけど、うん、意見を、うん、もうぶつけ合うっていうのはすごいやったし、うん、まあ、いいものを作るためにやり、あのいいことなんですよ。いいことなんですよ。いいことなんですよ。わかりました。いやでも、まあでもね、本当に私も変わってきたと思います。うん、最初からあんまりチャレンジするのはついていけなかったので、なんか原宿とかも、うん、ここは外国かって思ってたぐらいで、関西から来た人間にとっては。うんうん、でも、今はやっぱりなんか、こう人と人がぶつかり合う場所として、海外の人も多いし、うん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 、なんかちょっとワクワクする、なるほど、なんていうのも分かってたで、うん、そこに合う服っていうのを私もちょっと考えていたり、今回ショール出すんですけど、うん、今までただただ折ってたショールじゃなくて、うん、少しこう都会のセンスに合うショールを出すとか、ちょっと変わったね、少しね、うん、お互い前にしたね、うん、どうですか、うん、そうそう、そのショール折ってんのもなんかあの原宿で売ってる、ね、そうそう、まあ、原宿に織り機持ってって、あ、そうなんですね、全然外と世界が違うんですよ、なんかあのね、オラオラっぽい人もいるし、なんかこんな、なんかあの目指しがり屋の人もいるけど、ちょっと事務所に帰ったらこうやってシコ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 、ちょっと私も退屈になったらちょっと街を歩いて、それがまた少しあの作る作品にも影響を与えてるので、それはあの何も考えてなくても少しずつ変わってきて、影響を受けますよね、生活、街で暮らしている部分もある、そうですよね、うん、話し合いもそうですけど、こっちのが一方的に言ってもやっぱ伝わらないこともあったりするので、うん、お互いのこう混ざり合いみたいなところでやっと一歩入れるみたいなところもあるのかなって思うから、うん、まあだって原宿の人と、うん、なんだろう、この今ボタニックグリーンがやってる子、まあ絶対に接点がないわけじゃないのに、なんか接点がないように見えるじゃないですか。でもそうやって街の片隅でそういう風にこう接点が作られていくっていうのはすごい素敵だなって。そう、あの一種後輩っていうのが僕大好きですね、うん、それね、あのモロッコに行った時に、うん、あの出た、あ、聞きましょう、バスティラっていう食べ物を食べたんですよ、うん、そしたらね、あの2段の層になってて、うん、パイなんですけど、下は思いっきりあのピリ辛のハト肉の、うん、あの肉が詰まってて、うん、その上にね、なんかあのパイナップルのザラメの甘いパイが詰まってて、それを同時に切って食べるんですよ。おおみたいな感じで、それいつか自分の人生で実現したい。ああすごい素敵、かなり困難じゃないですか。どう聞いても美味しいと思えないです。確かにその言葉だけ聞けば、ね、けど、はい、いいマリアージュができた、ね、マリアージュができたってことだ。そうそうか。いい話聞けてる、すごい、いや楽しい、まあまあまあ、でも2人 の普段着ていらっしゃる服もやっぱすごい素敵で、おっしゃるとおり刺激的なデザインっていうの、私ももともとは刺激的なデザインが好きな人間なんですけど、私はすごいこの服をめちゃくちゃ今気に入っているので、ね、いい本当にかっこいい、なんかまあこんなの自分で選ばないんですけど、でも着た感じめちゃくちゃ好きと思っている、この今のこの現状は今私たちが話せている一種後輩ですね。なるほどなるほど、に近づいてるっていう。私も素材はすごいこだわる方なんで、うん、肌触りとかね、うん、色とかはね、うん、すごいこだわ
そこの部分ではお互いこういいものを選んで選び合ってるよね。妥協はそこはしてない。なるほど。それがね。6月20日21日の、ね、そうですそうです、ね、そうです、ね、ありがとうございます。はい、ぜひ他にもね面白い出店者の人たちを集めたんで、うんうんうん、絶対お得です。楽しんでもらえる。新しいものもね、はい、あるわけですから。ドリンクもねなんか蜂蜜の専門の人が来てくれるし、うん、アスガーデンで出会った、そうそうアスガーデンの人たちなんですけど、アスガーデンで出会った人たちで友達が出てくれるんです、一緒に。あんまりね、うん、そこまで広くないんで、あんなにたくさんじゃないんですけど、うん、いくつかの人たちが一緒にお店で。素敵です。はい。ぜひ会いに来てください。詳細はここら辺に書いてあります。ここら辺かな。したらば、私たちもちょっと、まあ、新しい衣装にも着替えつつ、まあ、先ほどもね、着てた衣装もありますので、ちょっと衣装にも注目していただきながら、次の曲やりますか曲。はい、行きましょうか、はい、曲タイトルコールいけます。はい、何の曲を歌うんですか。次は小動物です。ご覧ください。どうぞどうぞ。
ただきました。小動物でした。ありがとうございました。高尾の森バージョン。高尾の森じゃね高尾バージョンどうでしたかといといと歌、まあ、感動しました。シチュエーションがね、ああそうですよね。でなんかその今に2人の曲だよね。で去年の秋に台風があって、はい、すごい山のエネルギーが爆発したところに歌がぴったりだった気がする。ほんとこう、ね、地ならしできてきて、まあいろんな今、またね、いろんな問題が起きてるけど、今なんだねって、元気になりますって感じがした。嬉しい、よかった。そう、本当に感じた。私も今なんだって言った。私だから昨日作った歌ですかって。でもさっきすぐに感想を伝えにしてくださってて。嬉しい嬉しい。10年前どうした？10年前ぐらいで作ったんですか？そうです。ありがとうございます。そう、土砂崩れがね、台風の時に起きて、全部埋まったんです。この辺もね、危なかったらしくて、この川も全部埋まったんだ。そうそうそう。でもそれがやっぱ再生していって、小川が流れてってところでね、歌わせていただいて、本当に超楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。いえいえいえ。はい。というわけで、今日はボタニックグリーン、お二人も呼んでおりますが、改めて、6月の20日と21日、はい、場所は、原宿スペースバンクシア、バンクシア、バンクシア、神宮前です。神宮前メザフェスギャラリーの近くです。あ、そうです。キャットストリートの東端ですね。東端です。で、都会です。都会ですね。ローカルサルンバイボタニックグリーンということで、うん、このねお洋服であったりとか、そういうもの販売もしている。販売してます。販売もして買える、はい、私たちが着ているこれも、うん、買えるそうです。そう、はい、3月の末からはもう全然展示会開けなかったんで、はい、2ヶ月間ずっとねどこにも発表できなかった作品が一挙に一気、そうか、変わってますね。変わってます。これは楽しみですね。買ってください。買ってください。いやもうそれを私たちも伝えたくて今日もね、うん、お呼びしていただいているので、うん、それと映像も、はい、ね、撮ってきのやつを流して。あ、そっか。はい、はい。それも見れます。そうですね。現地で、私たちは行けないんですが、現地で、映像を流したり、トイトイトイの映像を流したりなどもございますので、ぜひ、いろいろみんな考え方違うと思いますが、自衛しながら行ける方は、ぜひぜひ。はい、一応、衛生面気をつけてます。ありがとうございます。ありがとうございます。大切。窓も全開で。大切。はいはい、にやってくださる方、側が考えてくださるのも本当にありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。なので、ぜひ、近くのね、近かったりとか行ける方はぜひ実際に行っていただいて、イベントなので一応。いろんな方が、別に、ボタニックグリーンだけじゃなくて、うん、その仲間だったり別の。そう、見に来るだけでもいいし、うん、来てみたいなっていうのでもいいし、ね、で、当日、アースガーデンの仲間の人たちが、うん、4人出てくださる。うん、はい。ボタニックリーンの展示会以外に、うん、森の民さん、はい、森の民さんって木でいろんなものを作ってくださる、うん、ボタンとか花笛とか、ね、うん、であとソウさんって言って、それもアースガーデン冬で出会ったんですけど、うん、すごい静かに石とかを並べてお花を並べてらっしゃる方がいて、本当に静かな方で、話したらすごいなんかこのスタイルを見て声をかけてくださる人ってに、まあ、買っていただいたり、まあ、見てもらったらいいなと思って出してらした方に、フロントをディスプレイした。おー、素敵。見に行った。それもちょっと私もワクワク。初めてのコラボなんで楽しみです。あとは占いがあったりとか。そうですね。ね。須田さんっていう、ちょっと魔法学校って言って、素敵、めっちゃいいな。ちょっとひらって言ったら変なんですけど、本当に、まあ、降りてくる系の方なんですけど、夏至で、新月で、日食っていう日が21日なんです。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。そのエネルギーの強い時に空間で出会った人たちと一緒に降りてきたものを話してくださるっていう日が21日です。それが須田さんの魔法学校があります。うんうん、あと誰だっけ？カフェかな。あ、そうだ。このぼの号さんの。はいはい。もう、蜂蜜のプロの方でね。蜂蜜のプロ。はい。湯河原に養蜂場も持ってて、蜂蜜工房も持ってて、で、イケメンのお兄さんと、お姉さん。お姉さん。あら。はい。あと、一方が、私たちの仲間で、その方もアースガーデンで知り合ったんですけども、私たちの残りのプレゼント、プレゼントして、それで、深
島の人たちに再生布造りを作ってもらって、あの、まあ、それはほとんど東北支援のために使ってらっしゃるっていう建築家の方なんですけど、作るプロジェクトさんが、あの、販売。他、なんか草木染め、それは障害者の作業所さんが作ってくださったり、草木染めのマスクとかも販売されます。そんだけかな。だからなんていうか、なんかこう、特徴的な人、アースガーデンオールスターズみたいな。そんな感じです。楽しみだ、ね。みんなじゃあそれぞれの方向で面白いことをやってる方が来てください。詳細はあの Facebook のリンクが下に貼ってありますはずなんで、皆さんイベントページ、ボタニックグリーンさんのホームページが Facebook のイベントページがすごい分かりやすいので、ぜひ見てねいただいて、ね、ちょっと計画を立てていただければと思います。そうですね、ぜひいらしてください。朝ね、11時から夜の8時までやってますから、ぜひ、ありがとうございます。じゃあご覧いただいてる皆さんに何か2人からございますか。来てね来て、あの、見てもらって、なんか触れ合って、あの、感じてもらえたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。そうしましたら、私たちもじゃあ少しお伝えさせていただいて、この後ですね、6月の、24日に、浦瀬という、村越と岸川のモバイル配信で、有名な有名なミュージシャンたちの名言を語っていくという30分番組が6月24日。その後、6月。水曜日だ。あ、じゃあ23だ。ごめん。6月23日にトイトイトイの浦瀬モバイル配信が30分あります。21時30分から。その後、6月の31日火曜日。あの、30日火曜日。ごめん。6月30日火曜日にトイトイトイ。ステーション、これはケロスタから生配信でお送りさせていただきますので、はい、皆さんよかったら見てください。はい、コメント、あの、リアルタイムでみんなのコメント見ながらやっていく。これも1時間番組あります。6月もトイトイトイ盛りだくさんでございますので、ぜひ楽しみに、皆さんとまた交流できればなと思いますので、ちょっとみんな体気をつけて、はい、自衛しながらね、はい、やっていければなと。思います。ということで、今回もお付き合いありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。トイトイトイジャパンのチャンネル登録もお願いします。こんな感じでちょっといろんなことやっていこうと思ってるので、よろしくお願いします。右下のトイトイトイのロゴからチャンネル登録いただけますので、ぜひぜひぜひみんなにも進めてください。初めて見た人もボタニックグリーン好きなみんなもトイトイトイだよ、チェックしてね。ということで、次回のトイトイトイステーションもよろしくお願いいたします。本日はボタニックグリーン、タコにございます。ボタニックグリーンさんのアトリエから出張トイトイトイステーションとして森のトイトイトイお送りしてまいりました。お二人ともどうもありがとうございました。楽しかった。すいませんが、やらせて申し訳ございませんが、トイトイトイステーションっていうのでいつも終わってるので一緒にやってもらっていいですか。はい、行きます。せーので行きますよ。もう一回で、トイトイトイステーションステーションですね、はい、ではまた次回もよろしくお願いいたします。みんな6月20日21日ぜひ来てね。ではトイトイトイステーション。